こんにちは。ええー、とコメントいただきましてね、えー、どのコメントかはちょっと差し控えさせてもらいますけども、探せばすぐに出てくると思います。あの、参政党と nhk 党の関係について、私はね参政党を応援しているからこそ、がっかりすることが結構多いんですよね。まあ、その中でちょっと気になる。ちょっとキーワードがあったんですよ。それはですね。nhk 党と参政党があの対談をすることをね。 潰し合うっていう風な表現があったんですけども私対談をすることによって潰れるぐらいだったら潰れてもいいと思うんですよこれから向かうべき戦いってのは N 国党と参政党じゃあお呼びもつかないぐらいズー賢くて資金力もあって権力を持っている相当な強い敵なんですよだから参政党と NHK 党が対談したぐらいでね潰れ合うようだったらそれなら最初からなくてもいいんですよ で、逆に私は期待します。両方に対談をすることによって、お互いの違う面に魅力を感じて、さらに強化されていく2つのグループができると思ってるんですよね。そもそも政治家って対話対談以外に何か力をつける方法ってあんのかなと思ってるんですよ。で、あの今回、立花孝志さん、もしくは黒川瑞子さんが賛成党に何らかの質問アクションをしました。でもね。立花孝志さんじゃなくても n 国でなくても。 黒川敦彦さんじゃなくても単なる無名の国民が同じ疑問を持った場合これ答えてくれないってことじゃないですかだからそこなんですよ参政党さんが自分に賛同する方の心は動かせるけども賛同しない方の心を動かせないとしたら政党同士の行動限界はここで終わりってことなんですよねむしろ違った意見を取り込むことによってさらに、えー、大きな人を抱えていけるようなねそして違った意見違った意見を多様性を認めて全部がっつり組めるようにね 自分とと意見が違っったからといいて敵でではないんですよ。そこから学び合うことって結構あると思いますしどのように着地を図るかっていうところに対話っていうのは必要じゃないですかだから対談を避けるってことはじゃあ話し合いを避けるってことなんですよねじゃあ次何するんですかと国防はどうするんですか対話を繰り返していくこと必要でしょいきなりミサイル撃つんですかってことになっちゃうんですよそもそも逃げ回ってばかり対談をしなければ和解ってのは成立しないと思うんですよ お互いいの思い込みだけで終わっちゃうんでですよねでまたね NHK 党っていうのが国政政党ですそれから参政党っていうのはあの政治団体です力の差で言うと NHK 党の方が大きいでしょうでも参政党はそういうふうな国政政党に戦いを挑んでる立場ですからそもそも力がないところが力があるところに向かっていくのを決めたのは参政党なんですよねじゃあ力で均衡が取れてないところであの 確かにねコメントにあるように、あのー、NHK 党という国政政党から参政党にもしね表現はあれですけども戦いを挑むとしたらあの弱い者いじめになるじゃないかってことにね表現は間違えてないと思うんですよ。でもそもそも弱者が強者に戦いを挑むのが政治の革命じゃないですか。その中でどう勝っていくかその一番最初のアプローチがファーストコンタクトが対談というものだったら受けて立つしかないと思うんですよ。そのの対談の中で 必ずしも敵対するんじゃなくってお互いの融合点を見つけてともすれば協力してやっていければいいわけですよねで今回コメントいただいた時にもこう両方躍進してもらってもっと強い敵と戦うのがヤマト魂でしょっていうのはこれ本当そうなんですよじゃあ両方躍進するためには対話を避け続けるのかそれともどこかで対話するのかってことになると思うんですけどもここはどうなのかなと思うんですよでも私も思ったんですよ今日対話しなくてもいいかなと明日でもいいかなと 対談はいつでもその席は用意されてますのでいつかねお互いにじゃあそろそろ話してみようかっていうふうなそんなタイミングが来るんじゃないかなと思いましたんで今回のコメントでたくさん私も学ばせていただきましたこのようにね私も自分の主張はあるんですけどもそれとは違ったコメントが掲げられることによってこの人の気持ちに一旦なってみようかなっていうふうに、えーまあ、私もねなるべくそういうふうな視点を持ってるつもりなんですよその中で確かになぁと、うん、なんか自分の 考えじゃない考えを聞くことによってちょっと自分の思考にも変化が来たかなということで大いに学びになりましたこれからもねあの私は皆さんと違った意見を当然あると思いますそれこそみんなが同じ意見ってことは考えられないんでどこか違うんですよでも違ったからといって敵ではないですし違うからこそ懐が広い日本という国ができると思うんですようんむししろね同じ考えしかない 日本っていうのは危険だと思いますので180度違った意見の人でも仲良くご飯を食べて、えーなんかね、楽しい趣味について語り合うことができるみたいなねなんかそんな関係でいたいなと思ってますんでこれからもね私も口が過ぎるところがあると思いますけどもこの瞬間の気持ちですから次の瞬間には別の考えになってる可能性は大いにあります人間は変化するものですそして反省することができますし過去の自分を捨てることができます 私も代代や20代の頃とは全く価値観違いますんでねもっと言ったら去年ともの価値観が違いますし昨日とも価値観違います明日はもっと違ってると思いますそういうふうに変化する人間これをね人から言わせればブレる人間って言いますけどもブレてしょうがないじゃないですかだって日々成長するわけですよ日々進化するわけですよ考え方が変わっちゃったりね右利きが左利きになったり昨日まで好きだった子が今日から別の人にね心が移り変わったりとかそういうふうな不確定な人間ですからね全てのものがうん だからそこは、そこでね、何を大和魂とするかっていうのはまたね、わかんない問題ですけども、皆さんからもね、こういうふうに考えたらいいんじゃないかなってことがあれば、鋭く指摘をいただければ、私はね、恐れることなくそのコメントをありがたく読まさせていただこうと思いますので、これからも私を育てるつもりでね、えー、厳しいご指摘いただければと思います。それではね、ずっと控えていた賛成党さんについてのちょっと動画も、この度公開しますので、私はすでにその考え方はね、ないんですけども、 まあでもね、あのー、過去にこういうことを考えていたってことに対しても私が何がしかのね、食材や罪滅ぼしをしないといけないんだったらそれは大いに受けようと思います、えー。ぜひ動画の方、またご覧いただけると思います。はい